サリカツッコン金カウルヤンカーイエイ、今日はね、バンコク閉鎖中ということで、またゴジャに来ておりますけれどもね。今日は何ですか、ゴジャで何か。今日はちょっとゴジャでちょっと新メニューをね、この間考案した新メニューを作ってみたいなと思ってる。ちょっと持ってみてお願いいたします。それを紹介したいと思います。おいっす、よっしゃーよっしゃー。どうも、何を買ってきたんですか。ドラゴンフルーツとおミントと。おお、うまそう。ライムやばいね。冷凍庫今修理。ピートルーカーサリカー。今日は何を作っていただけるんでしょうか。ゴジャの最近の新メニューの、ドラゴンフルーツモヒート。すごいね、お通じにいいフルーツですよね。そうですね。この間サンサがドラゴンフルーツを大量に食べてしまってすごいことになったね。ドラゴンフルーツって2種類あって、白と赤。はい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 。それを両方、ふんだんに元気に育ちました。でっか。ライオンの農家で元気に育ちました。サラネー、タイミント、ドラゴンフルーツの赤、マナオ、4種類でお願いします。手でしんないとこ向けるんですよ。タイのフルーツって、日本とかで食うフルーツよりも糖分が多いから。いただきます。甘い。サラネーをふんだんにね、入れております。ソーダ水をね、これ新派のソーダが一番うまいですよね。そうですね。これいきます。かき混ぜます。冷やしたグラスで普段はやってますけどね、今日冷凍庫が壊れてるんだね。そうなんですよね。うわ、うまそう。おお、完成です。いただきます。召し上がれ。乾杯。あ、美味しい。さっぱり。フルーティー。ごちそうさまです。ゴジャだとおいくらで買えるんですかね。280バーツで飲めると。ステイセーフ、ステイポジティブでハッピーでお願いします。